平野紫耀金プリ脱退退場の真相と弟陸との小安同期の復活、ジャニーズタレントとしての再スタートに期待。日本のジャニーズタレント界において、突如として起こった平野紫耀の脱退退場騒動。その真相として注目されているのは、弟である平野陸との関係性にありました。 元キングプリンスへの平野市耀がジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が立ち上げた、とべ、に参加したことはすでに知られていましたが、その裏には弟平野陸との共闘があったようです。陸さんは現役アーティストとして活動しており、兄弟での活動を応援する声が多くのファンから寄せられています。 潮さんとリクさんの仲の良さは以前から知られており、潮さんがジャニーズに所属している間も、リクさんの応援は続いていました。潮さんは家族や知人の商品や会社を紹介することが多重とされるジャニーズの中でも、リクさんがプロデュースしているアパレルブランド、RKS リキー、リクスリキーの服を着た写真を公式ブログで投稿したことがありました。 これは現役ジャニーズタレントとしては異例の行動であり、ファンの間では注目されていました。ジャニーズタレントの兄弟が一緒に芸能活動をする場合、それを公にアピールすることは原則として避けられてきました。しかし、戸部では兄弟の芸能活動に特に NG はなく、リクさんの活動の本格的な指導には驚きの声が上がっています。 ビクさんは音楽活動にも力を入れており、地元愛知でのライブを成功させ、今後は東京でも活動する予定です。兄弟ともに歌って踊れるアーティストとしての活動を再開することにファンから期待が高まっています。平野兄弟は子供の頃から地元のダンス教室に通い、小学生時代にはユニット、小安同期を結成していました。 りクさんは兄のデビューよりも早く、2015年に割リキー名義で CD デビューを果たしているほどの実力派アーティストです。仕様さんは戸辺とエージェント契約を結んだとも言われており、個人事務所の設立に陸クさんの手助けがあったり、一時期は彼の会社に頼ることもあるかもしれません。 兄弟の絆が強く、ジャニーズに所属していた頃から弟のビジネスを手助けしようとしていたとも言われています。仕様さんの退除理由には、海外進出が叶わなかったことが主な要因とされていますが、一部では弟との芸能活動のためだったのではという憶測もあります。ジャニーズの 兄弟 NG を超え、平野兄弟が再び一緒に活動する未来もあるかもしれません。リクさんはアーティスト活動を再開しており、歌って踊れるアーティストを目指します、とコメントしています。兄弟揃っての再スタートに多くのファンが期待しており、今後の彼らの活躍にますます注目が集まることでしょう。 ジャニーズファンにとっては、平野兄弟の充実した活動が待ち望まれる一方で、彼らの個々の進化も見逃せません。兄弟の絆が示す新たなステージに、多くの人々が胸を躍らせることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。